はい、この動画では Gmail で送信したメールを取り消す方法を解説をしてみます。で、通常メールというのはですね、この間違って送ってしまったという場合でも、一度送ってしまうとね、その取り消しっていうのはできないとは思うんですけども、一応ですね、Gmail の方はですね、設定をね、変えてあげることによってですね、最大で送った、まあ、直後の30秒以内であればですね、間違って送ってしまったというやつをですね、取り消しをすることができますんで、早速ね、その設定方法をやってみたいというふうに思います。じゃあ、それではまずね、この右上にあるこの歯車みたいな、この設定のボタンですね、こちらをクリックします。で、次にもう一度この設定のところですね。こちらをクリックですね。はい。そうするとこの設定の画面が開きますんで、このね、一番上のところ、この全般がね、通常だと開くと思いますんで、このまま全般のところで、ちょっと画面を下に下がります。はい、そうするとここにね、この送信取り消しっていうのがありますんで、送信取り消し機能を有効にするということで、標準だとここチェックが入ってないと思いますんで、ここをチェックを入れてください。はい。で、取り消せる時間ということで、この10秒とかね、まあ5秒、10秒、20秒、30秒までありますんで、この30秒にしておくとですね、まあ、送って30秒以内であれば間違えてしまったというやつをね、取り消しをすることができますんで、まあ、この設定もね、まあ、有効にしといてもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。動画をここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたらね、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄に、その申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをね、クリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなと。いうふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。